はい、いつも応援していただきありがとうございます。今回ご報告したいことがありまして、動画を撮らせていただきました。私の日頃の行いがいいのか悪いのか、至らぬばかりついにやってきてしまったという具合ですね。この度不本意ではあるんですけども、来月誕生日を迎えることとなりまして、5月27日に誕生日記念ライブを観光するに至り、告知をさせていただきます。謝罪しなくてはいけないところがあるよね。年を取るということで、皆様にはこのキョンピの年齢について認識を改めてもらわなければならないという非常に心苦しく、誠に申し訳ない事態になり、とても残念に思っておりますが、16歳の誕生日をお祝いいただければと思います。というわけで、当日はディスコードとかね、使っておめでとうを言いに来てください。だいたいそんな趣旨で進めていきます。おめでとうを言いに来てください。今年こそはちゃんと事前に1ヶ月くらい前に告知をさせていただくので、ぜひとも足を運ぶように待ってます。5月27日夕方18時ぐらいのね、まあ追って詳しいことは説明いたしますが、誕生日記念ライブを5月27日にやります。はい、改めて、応援してくださる皆様に深く感謝の意を申し上げます。今後ともよろしくお願いします。あと、それでは来月楽しみにしてますので、ご視聴ありがとうございました。当日お待ちしております。来月もよろしく。ドキッとした。きょんちゃんやめへんで。おつおつ。